しょう。お店がなくなるなんて。トレーナーこれは悪い夢。このお弁当屋さんがなくなるなんて。長年愛されてきた伝統の味なのよ。弁当ロスは日本の損失だわ。やめるなんて言わないで、マスター。ごめんよ、パールちゃん。私もできれば続けたいけど、もう限界でね。常連さんだけだと毎日廃棄がたくさん出るんだ。それが辛くて。ここらが潮時なんだよ。諦めるのはまだ早いわ。お客さんが少ないということは、この味を知らない人が多いということでしょ。広めるのよ、ブリリアントなお弁当の魅力を。ここは私に任せてちょうだい。必ずお店を復活させると約束するわ。紹介するわね。彼は父の知り合いの販売戦略アドバイザー。お弁当の話をしたらぜひって助っ人になってくれたの。早速長期的なビジネスプランを展開していきましょう。まずは目指せ全国展開ね。全国？売り上げを伸ばすためにターゲットを増やすのは定石よ。シンプル is best だわ。そして知名度が向上すれば、お弁当がブランドになるの。日本を飛び出して世界へ売り出すのも夢じゃないわね。さあ、世界がお弁当を待っているわ。次の作戦に移りましょう。毎日閑古鳥が鳴いているのに、世界を目指すなんて無理じゃないかな。はい、パール、なんだか浮かない顔してるね。もしかしてお腹が減って力が出ないのかい？そうなのよ、もうお腹ペコペコ。このままじゃエクササイズに行けないわ。はっはっは。そんな君には特製幕の内弁当だ。バランスの取れた栄養でエクササイズの効果も倍増さ。仕上げに各国の字幕をつければ完成よ。ネットに載せて世界にアピールね。SNS もフル活用しましょう。ネットって炎上とか大丈夫？ SNS も怖いって聞くし、もし叩かれたら。お弁当の魅力がきちんと伝われば炎上なんてしないわ。むしろ注文が殺到した時のことを考えましょう。毎日売れ残っているようなお弁当なのに、ファンなんて増やせっくないよ。そうね、ラブ？少し違うわ。あのお弁当は言うなれば心のふるさとかしら。一口食べれば口いっぱいに広がるのよ。見たこともない日本の原風景が不思議だわ。きっとマスターの優しさがお弁当に現れてるのね。張り詰めた日々を癒してくれるふるさとの味、あなたも一度食べてちょうだい。特に筑前に歯ごたえがあるのに、芯まで味の染みたタケノコは芸術品だわ。マスターのお弁当は職人の魂と技が詰まった宝石箱よ。必ず世界の人々を感動させられる。私はそう信じてるの。ヘイ、トレーナー、ここで何があるの？お弁当屋さんワールドワイド計画で忙しいのだけれど。あら、キッチンワゴン？
トレセン学園の生徒があんなに。え、あの店名は。お、バールちゃん、それとトレーナーさん、見ての通りだよ、大繁盛さ。キッチンワゴンとは考えたね。ここはトレセン学園が近いから、生徒さんがいっぱい来てくれるよ。うん、うつむいてばかりで見えていなかったよ。お弁当を喜んで買ってくお客さんのことを。マスター、そこまでハートブレイクしてたなんて。でも今日お客さんと向き合って自信がついたんだ。パールちゃんの言う通り、これからはもっとお弁当を広めるよ。そういうことね。よし、やるぞ。夢は世界進出だ。なんてね。素敵な夢ね。その夢、現実にしましょう。私も手伝うわ。さあみんな、早い者勝ちよ。いずれ世界に轟く絶品のお弁当を逃すつもり？一口食べればもう虜。うん、アメイジング。さすがにお腹が空いたわね。おーノー、売るのに夢中で自分の分を忘れてたわ。それでこそ私のトレーナーよ。さあ、あっちのベンチで食べましょう。